フェリックス・アベラール・ブロテロ、フェリックス・アベラール・ブロテロ、本名フェリックス・ダ・シルバー・アベラールは、ポルトガルの植物学者である。ローレスのロックレイに生まれた。ランス大学で医学を学んだ。1788年に異端新問から逃れるために、フランスに逃れた。12年間フランスで過ごし、ポルトガル語で植物学の対応を出版し、植物学者として名声を得た。 1790年にポルトガルに戻り、コインブラ大学の植物学、農学の教授になった。コインブラの植物園、リスボンのアジュダ植物園を発展させた。世界各地の植物を研究し、ポルトガルの植物やポルトガル植物図説などを執筆し、ポルトガル植物について詳細に記述した、最初の著作となった。この著書で、 名前を、ラテン語のブロテロと名乗った。83歳の時にも、カーボベルデ諸島の砂漠化の論文や、サツマイモや、新葉樹に関する論文を発表した。ボタン化の種、パエオニアブロテリなどに、懸命されている。ブロトは、植物の学名で命名者を示す場合に、フェリックス・アベラール・ブロテロを示すのに使われる。ありがとうございます。